シッチェス・カタロニア国際映画祭は、スペイン・バルセロナ近郊の海辺のリゾート地シッチェスで、毎年10月に開催される映画祭。シッチェス映画祭の略称で親しまれ、日本ではシッチェス・カタルーニア国際映画祭と表記されることもある。国際映画制作者連盟公認の国際映画祭であり、ファンタジー映画、SF 映画、ホラー映画、 アニメーション映画などのジャンル映画に特化したスペシャライズド映画祭として世界でも権威のある国際映画祭の一つ。ベルギー・ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭、ポルトガル・ポルト国際映画祭と並ぶ世界三大ファンタスティック映画祭の一つ。ジャンル映画祭ではあるが、過去の開催ではほぼオールジャンルの作品がノミネートされており、国際的にポピュラーなジャンルを受け入れていることから、 例年300近い作品が上映されており、規模、知名度ともに最大級を誇る。アニメーション作品は例外的にオールジャンルとなっており、アニメーション作品のプロモーションとしては、アヌシー国際アニメーション映画祭と並び世界最高クラスの権威と地位を占めている。百六十八年に創設されたこの国際映画祭は世界三大映画祭とは一線を隠し、 モントリオール世界映画祭、サンダンス映画祭などと並び世界でも得意な地位を占める。審査員は著名な映画人や文化人によって構成されている。シッチェス映画祭は以下の部門から構成。1971年からコンペティションとなり、賞が与えられるようになった。ありがとうございます。